シンガポール共和国、通称シンガポールは、東南アジアに位置し、シンガポール島及び60以上の小規模な島々から、なる島国、都市国家で、生態は、共和制。同国は、北は、ジョホール海峡により、半島マレーシアから、南は、シンガポール海峡により、インドネシアのリアウショ島州から、おのの切り離されている。同国は、高度に都市化され、 原初の原損植生はほとんどない。シンガポールの領土は一貫して埋め立てにより拡大してきた。シンガポールは教育、娯楽、金融、ヘルスケア、人的資本、イノベーション、物流、製造、技術、観光、貿易、輸送の世界的な中心である。多くの国際ランキングで上位に格付けされており、最もテクノロジー対応国家、 国際会議のトップ都市、世界で最もスマートな都市である、投資の可能性が最も高い都市、世界で最も安全な国、世界で最も競争力のある経済。3番が目に、腐敗の少ない国、3番目に大きい外国為替市場、3番目に大きい金融センター、3番目に大きい石油、生成貿易センター、5番目に革新的な国、2番目に、 混雑するコンテナ公湾。2013年以来、エコノミストはシンガポールを最も住みやすい都市として格付けしている。シンガポールはすべての主要な格付け機関からトリプル A ソブリン格付けを持つアジアで唯一の国家であり、世界11カ国のうちの一つである。シンガポール航空は2018年の世界最高の航空会社であり、 世界的にはシンガポール港とチャンギ国際空港がそれぞれマリタイムキャピタルとベスト空港のタイトルを連続して獲得している。シンガポールは一人当たり国内総生産が世界で2番目に高く国連人間開発指数で9位である。これはアジア諸国の最高値で教育、医療、平均余命、生活の質、個人の安全。 住宅などの主要な社会的指標が上位にランクインし、人口の90%が家を所有していることに由来する。アジア4省流のうちの1カ国。シンガポール当初には2世紀に定住が始まり、それ以降は一連の現地の帝国に属した。現代のシンガポールは、1819年にトーマス・ラッフルズがジョホール王国からの許可を得て、 イギリス東インド会社の公益所として設立した。1824年、イギリス帝国は同等の主権を取得し、1826年にはシンガポールは英国の海峡植民地の一つになり、人口が加速度的に増大した。第二次世界大戦の間は大日本帝国により占領された。 1963年にシンガポールはイギリスからの独立を宣言し、マレーシアを形成するため他のかつてのイギリス領と結合した。この2年後、シンガポールは全会一致の議会制定法により、マレーシアから追放された。それ以来、シンガポールは急速に発展し、大韓民国や中華民国、香港と共に、 アジア4省流の一角として認知されるようになった。シンガポールは貿易、交通、金融の中心地の一つであり、世界第5位の金融センター、外国為替市場及び、世界の港湾取扱貨物量で上位2港のうちの1港である。世界銀行のビジネス環境の現状の報告書では、シンガポールは9年連続で世界で最も、 ビジネス展開に良い国に選定された。同国の国際化及び多様化された経済は貿易に大いに依存し、中でも製造業は2013年における同国の GDP のうち30%を計上した。2020年のシンガポールの一人あたりの実質国民総所得は86,480ドルで世界諸国でカタールに次ぐものだった。 購買力平仮説の観点から、世界、第2位の一人当たりの国民所得を有するが、世界有数の所得格差も存在する。シンガポールの国債は、2015年9月時点で、3、大格付け期間すべてから最高の格付けを受けている、4カ国のうちの一つである。人材開発に、積極的なことで知られ、国債ランキングでは、教育、医療、 経済競争力において、行為に順位付けされる。多文化主義及び文化多様性があり、550万人の人口の38%は、永住者及びその他外国籍の人である。シンガポール人は、中華系、マレー系、インド系及び、ユーラシア人に対別でき、大部分は二言語使用者であり、共通語及び、第二母語として、英語を使用する。 シンガポールは一員制議会政治のウェストミンスターシステムでヘゲモニー政党制の議会制共和国である。1959年の自治開始以来、人民行動党はすべての選挙で勝利してきた。抑制された市民的自由及び政治的権利並びに低水準の言論の自由を加味し、同党とリー一族の支配により、シンガポールは 純独再生治体制に分類されている。東南アジア諸国連合原加盟国5カ国のうちの1国で、アジア太平洋経済協力の事務局設置国でもあり、東アジアサミット非同盟イギリス連邦加盟国である。シンガポールの急速な発展は国際情勢において多大な影響力を同国にもたらし、 複数のアナリストが同国をミドルパワーに分類している。ただ、2011年の総選挙において、人民行動党の得票率は60.1%と、独立後採点を記録しており、若者を中心に政治に不満を抱く層が増えており、報道の自由が制約され、一党支配で独裁政権である一方、経済的な豊かさを享受し、表向きには、 華やかなことから明るい北朝鮮と論評されている。シンガポールは事実上一つの都市から構成されているため、シンガポール国内には地方自治体が存在しない。このため、首都も建前上はシンガポール市となっているが、実際には首都は存在しない。マーライオンを前景としたセントラル地区のダウンタウンコア国名はサンスクリット語で死死を意味する、 神派と町を意味する、プーラで、獅子の町に由来する。国語は、マレー語だが、公用語が4言語あるので正式名称も、各言語ごとにある。通称は、シンガポール、神華派、シンガプーラ。漢字表記は、神華派だが、新しい吉シ派と表記されることもある。略称は、星が用いられるが、これは、第二次世界大戦前に星華派、星公。 ホシスなどの漢字表記が用いられたことにちなむ。マレー語のスインガプラを直訳するとライオンの街となるためライオンシティの愛称で呼ばれる。また、シンガポール原産の猫の種類名シンガプーラはマレー語の発音が由来である。日本語のシンガポールは英語表記のイギリス英語発音を真似てローマ字をみしたものである。また、 第二次世界大戦で交戦国イギリスの領土であったシンガポールを占領した大日本帝国は1942年2月に湘南島と解消した。このことからアキラと略す場合もあった。シンガポールの地理東南アジアのほぼ中心、赤道直下の北位1度17分、統計103度51分に位置する。北のマレー半島とは、 ジョホール海峡で隔てられており、マレーシアとは、経済交流も盛んである。シンガポールチャンギ国際空港は、島の東端に位置する。シンガポール島の南に隣接する戦闘サ島は、リゾート地としての開発が進んでいる。63の島からなり、最大の島は、シンガポール島である。国土の最高地点は、シンガポール島にあるブキティマ。 シンガポール島には中石平野が広がる。他の島はいずれも小さく、44の島は面積が1平方キロメートルを下回る。国土面積は世界175位で東京23区とほぼ同じ広さである。人口密度はモナコ公国に次いで世界第2位である。以前はシンガポール川沿いには倉庫が立ち並び、 アジア各地を往来する無数の貿易船が停泊する、貿易港として繁栄するも、やがて放棄され時代の名残となっていった。現在は、多くの地域が、レストラン街やオフィス街に改装されており、観光客だけではなく、地元民も多く立ち寄る地域となっている。シンガポールには、山と呼べる高さの山はないため、川の流れは、非常に緩やかで、 人々が川でカニや魚を取る光景を見かけることもあるが流れが緩やかなこともあり水質は濁流であまり良くないただ夜になると橋などがライトアップされ華やかな飲食街の明かりと観光船の光とともに川の景観を一変させる赤道直下に位置するため一年を通じて高温かつ多湿である モンスーン地帯に含まれるが、雨季と寒季の区別は明確ではないものの、北東モンスーンの影響により、11月から3月にかけて、降水量が多い。5月から9月は、南西モンスーンのために、1回あたりの雨量が増え、強風に見舞われる。この南西モンスーンに乗って、隣国インドネシアスマトラ島の焼き畑農業や、山火事の煙が流れ込み、 ヘイズと呼ばれる縁務になることがある。インドネシアの寒気に当たる8月から11月頃になると、大気汚染が特にひどくなり、健康への被害が懸念されるレベルとなっている。欠片の気候区分によると、寒気のない熱帯雨林気候に分類される。首都シンガポールは標高5メートルであり、年平均気温は27.4度、1月の気温は26.4度。 7月は27.9度である。11月から1月にかけては、雨季の影響もあり、比較的涼しい。年平均降水量は2350ミ、mm、リメートル。シンガポール側から見る、コーズウェイ。対岸は、ジョホールバル。コーズウェイ上には3本の水道管が設置されている。高低差の少ない狭い国土では水源に乏しいため、 国内の多数の貯水池と隣国マレーシアからの輸入した減水で清潔な水の需要に応じてきた。水道水は国内の貯水池だけでは到底へまかないきれないため隣国マレーシアよりジョホール海峡を渡るパイプラインで減水を購入している。必ずしも良好な関係とは言えない隣国のマレーシアが1998年には シンガポールへの水の供給を停止するという威嚇的な発言で外交圧力をかけてきたことや21世紀に入ってからは水の価格を100倍へ上げるとの要求に対応を迫られるなどマレーシアからの水輸入の契約期限である2061年に向け水資源の問題はシンガポールの大きな弱みとなっている。同国政府はこうした 資源問題への根本的な解決策として2003年から日本の逆浸透膜を使った海水淡水化による高度ろ過技術を導入して国内の下水を再処理し飲用水にも利用可能とするニューウォーター計画を開始しており2011年には国内の水需要の30%をこの再生水で賄うとしているニューウォーターのは MRT チャンギ車両基地に隣接しており、見学ツアーも設けられている。また、シンガポール水処理大手のハイフラックスの技術を使い、マリーナ湾の湾口をせき止めて淡水化し、将来引用に供するための稼働石式、ダム、マリーナバレッジも完成した。この貯水池では、シンガポールの水需要の1割を賄うことを目標に、している。 定数1の小選挙区定数4の集団選挙区定数5の集団選挙区定数6の集団選挙区1957年にシンガポール市民権法が成立し18歳以上に選挙権が与えられる投票は義務制1959年には初の普通選挙が行われ この年の総選挙から理由なき危険には罰金が課されることになった。義務制は2020年代も継続している。1959年から1984年、総選挙まで小選挙区制であったが、1988年から小選挙区制に並列してグループ選挙区制度が導入された。この制度は定数が単数もしくは、 複数の選挙区で最多票を得た政党が、その選挙区の定数を総取りする規則であり、多数派の人民行動等が常に有利になる選挙システムとなっている。そのため、憲法に指導政党が定められていないだけの、事実上の一党独裁制とされることもある。民族暴動を機に、マレーシアから追い出されるように独立した経緯から、 国内民族問題に敏感であり、民族対立を煽るような言論、表現は、先導法や宗教調和維持法などによって、厳しく取り締まられる。一方、トランスペアレンシーインターナショナルの腐敗認識指数によると、公職における汚職の少なさでは、世界トップクラス、日本を抜いて、アジア1位であり、欧米以外では最も行政、政治腐敗の少ない国家である。 シンガポール国会議事堂国会は一員制。任期5年。解散あり。定数は、選挙区選出83、非選挙区選出0から6、任命9。非選挙区選出は、野党会従のために設けられた枠で、選挙区選出枠以外は、憲法改正案、予算案の議決権を持たない。 1968年から1981年までの13年間は国会の全議席を人民行動党が占めていた。その後の総選挙でも1984年は定数79で人民行動党77、野党2。1988年は定数81で人民行動党80、野党1。1991年は 定数81で、人民行動七77、野党4であった。協託金は、候補者1人当たり1万3000シンガポールドールで、協託金募集点は、有効得票定数の8分の1である。シンガポールの法体系は、イングランド法を基礎としている。主要な法分野は、その一部が、立法により修正がなされたものの、主に判例法の体系によっている。 刑法会社法、家族法を含む他の領域は、その性質上、主として、制定法となっている。シンガポールにおける判例がない場合は、イギリスにおける判例法を参照するか、シンガポールの法律のモデルとなったイングランド法の解釈を援用することがある。最近においては、イギリス本土のアプローチが不適当であるときに、 同じ英連邦の主要国であるオーストラリアやカナダの判例を参照する傾向が強く、また、イギリスの判例に拒せず、シンガポールの裁判所が独自の判断を下すケースも増えてきているという。一部のシンガポールの法律は、イギリス法を継承したものではなく、他の法体系に起源を有するものがあり、それらの法律は、最初の立法時の経緯を侵略し、 母国法を参照する。例えば、証拠法や一部の刑法の取り扱いは、インド法に基づいて解釈されることがある。憲法解釈については、他国の例を参照することを嫌い、シンガポール国内の政治的、社会的状況を侵略して解釈される。刑事法や、取締法規については、一般的に言って厳格であり、裁判所の許可のない交流を認めることや、 イギリス植民地時代に制定された組織について政府が管理権を有する決射法が未だに存在し身体系と死刑が実施されている。なお、あらゆる形態のポルノは禁止されている。世界的にも厳しい死刑制度を維持している。人口あたりの死刑執行件数は正確な統計がある国家としては最も高い。特に、 薬物に関する犯罪については厳しく、麻薬の密輸で有罪になった時は死刑のみが適用されたため、入国カードにも麻薬密輸者は死刑と警告文が書いてある。外国人の麻薬密売業者が死刑になった事例が存在し、死刑廃止国との間で外交問題に発展したことがある。死刑の方法はイギリス式の公死刑であり、 死刑執行人が存在する。ただし、近年では一部の厳しい規則は改定されることもあり、麻薬密輸で有罪になった場合に死刑が適用される。条文については、2012年に停止、廃止されている。シンガポールにおける刑罰が厳しいのは、太平洋戦争中の日本占領時代、厳罰化が犯罪抑止に効果があったことを、リークアニューが認めたためでもある。 国際取引に関する紛争の解決方法としては、一般に訴訟よりも仲裁が広く用いられているが、アジアでは、シンガポールの仲裁、シンガポール国際仲裁センターが広く利用されている。このことは、シンガポール、さらには、イギリス法系の法律家にとって、巨大なリーガルマーケットを意味しており、シンガポールにとっては、国家的な戦略と位置づけられる。 2015年には、シンガポールへの申し立て件数が271件と5年で4割、増え、主に外国企業同士の案件を扱う期間では、香港の国際仲裁センターと、並びアジア主位になった。2011年に、アメリカ合衆国と今後民主共和国の間での、仲裁判断について、香港最高裁が、中華人民共和国本土政府の見解を仰いだ。 ことから、ハキヤックの司法独立性に対して、不信感を印象付けた。シンガポール陸上交通庁の LTA は2013年4月、MRT の平日始発から午前7時45分までを完全無料化し、乗車運賃を浮かせたい人の乗車時間をずらすことで、通勤時間帯のラッシュアワー混雑を緩和する、政策を打ち出した。またタクシーでは、 朝晩のラッシュアワーでは25%の割増料金を設定するなど、加算料金を課している。シンガポールの5つの社会開発協議会海軍のフォーミダブル級フリゲート及びビクトリー級コルベット兵力は、シンガポール陸軍5万名、シンガポール海軍9000名、シンガポール空軍1万3500名の計7万2500名。徴兵制度により、 男性に2年間の兵役を義務付けており、兵役終了後は、予備役に編入され、有事の際は、総動員体制となる。2018年の軍事予算は147.6、億シンガポールドールで、全歳出に占める割合は18%である。シンガポール空軍の F-15SG は、ストライクイーグルが大陸軍は、イギリス製、センチュリオン戦車約100両、及び、 ドイツ製、レオパルト 2A4 戦車を保有している。海軍は、チャレンジャー級潜水艦を4隻、ラファイエット級をベースとして設計された、フォーミダブル級フリゲートを6隻、ビクトリー級ミサイルコルベットを6隻、フェアレス級ミサイル艇6隻、小海艇を23隻、そして、戦車揚陸艦4隻を保有する。空軍は、 米国製戦闘機 F-545 機 F-16CD を62機 F-15SG を保有し2010年以降は第5世代のステルス戦闘機 F-35 が順次導入され F-5 を置き換えていく予定である。国土が強小なこともあり軍事演習、訓練はオーストラリア等の国外地域でも積極的に行われている。 タイやインドネシア、フィリピンなどの近隣諸国のように、反政府ゲリラなどによる攻撃は存在しないが、その質、数と共に国土に対して十分である。イギリス植民地時代に、同国の要塞であった歴史的経緯から、現在もイギリス軍と密接な関係にある。イギリスは1968年1月に、スエズ伊東からの撤退を宣言したが、 リーク安ーの要請により、1976年までシンガポールへの駐留を継続した。イギリス軍の撤退に対応するための枠組みとして、イギリスは1971年にシンガポール、マレーシア、ニュージーランド、オーストラリアと共に5カ国防衛取引目を締結した。当初は防空システムに関する協力から始まったが、後に空軍だけではなく、 海軍の合同軍事演習も行われるようになった。冷戦を通じてアメリカ軍との関係も深まっており、1990年にはアメリカ軍によるシンガポール国内施設の使用に関する覚書を締結した。シンガポール軍の装備もアメリカ製が多い。特に空軍の歴代主力戦闘機はアメリカ製で占められてきた。 F-35 戦闘機の開発計画においても最も低いレベルではあるが優先的に輸出枠を確保できるセキュリティコーペレーションパーティシペーションとして参加している。また2013年にはアメリカ海軍の最新鋭艦艇である沿海域戦闘艦のローテーション配備が発表されている。この九百七十五年に台湾との間で結ばれた 星光計画と呼ばれる協力関係が台湾とシンガポールの正式な国交解消後も続いている。これはシンガポールの国土が狭いため当時のリークアニュー首相と小渓谷総統の間でシンガポール陸軍部隊の訓練を台湾国内で行うことなどを取り決めたものである。台湾と対立を続ける中華人民共和国もシンガポール軍に 海南島の訓練施設の提供を申し出たが、シンガポール側はこれに応じていない。さらに、シンガポールとフィリピンが台湾有事の際に台湾の防衛に協力するという圧国計画が存在するとの報道もある。ただし、リー・クワニューは台湾に武力侵攻する場合は、武力衝突を避けるべく、中華人民共和国は2週間先に、 事前通告するよう要求している。また、中華人民共和国とは2009年、2010年、2014年、2015年に共同軍事演習を行っている。近年はアメリカ、フランス、ブルネー、オーストラリアからも同様の協力を取り付けているが、戦車部隊や防空システムの演習や、両国海軍艦艇の相互訪問も行われるようになった。 旧宗主国のイギリスや太平洋地域での有力国である日本やオーストラリア、さらには北朝鮮を含めて各国と貿易を行っている。日本などを含む艦太平洋パートナーシップ協定参加国である。隣国であるマレーシアやインドネシア、大王国などの東南アジア諸国連合諸国とも密接な関係を持っている。また、 中華人民共和国と中華民国の双方と密接な関係を持つため、1993年に初の公式対話だった皇王会談の中華国となっており、1949年の分断後発となる2015年の中華首脳会談の際はシンガポールが会場となった。2018年6月12日の米朝首脳会談でもホスト国となった。 隣国で、元々は同じ国であったマレーシアとは、水や領土、開発問題、欧米諸国へ対する姿勢などで、軍事衝突ではないものの外交的にたびたび、衝突しており、心理的、物理的に密接ながら複雑な関係と言える。東南アジア諸国連合の一員でありながら、欧米諸国との貿易や金融に過度に依存した、都市国家であるゆえに、主な、顧客である。 欧米諸国におもねる中立的な言動をとることが多いため、マレーシア以外の他のアジア諸国とも幾度にわたり外交的な衝突を繰り返している。日本とシンガポールは過去数十年にわたって前向きな関係から恩恵を受けてきた。1942年の日本軍による占領直後にはシンガポール家境粛清事件が発生した一方、 湘南医科大学を開校するなど、現地の人々に高等教育を実施したため、日本語熱が高まったこともあった。そして大日本帝国が、連合国に敗戦した後も、リーク・クアニュー首相が、日本に学べ運動を提唱するなど、日本の警察制度と交番を模倣した、治安体制が整えられるようになった。また、食べ物やメディアを含む日本の文化の多くの側面は、 1990年代にシンガポール全体で人気を博した。2014年の調査ではシンガポール人の約44%が日本との関係を非常に有効的とみなしシンガポール人の53%が侵略された過去から多少の留保はあるが日本を信頼できると考えている。別の研究ではほとんどの日本人がシンガポールとの関係を 同様の価値を持つ信頼できる同盟国とみなしていることが分かった。日本との外交関係は概ね良好である。シンガポールは日本にとって初めての自由貿易協定締結相手国でもある。日本シンガポール間の貿易についてシンガポールを原産地とする貨物については特別な関税率が適用されており将来的には 関税撤廃スケジュールに基づいて、両国間の関税は撤廃される予定である。2016年は、外交関係樹立50周年となり、SJ50 歳などが開催された。2021年に、アメリカ合衆国のワシントン DC を拠点として、アメリカや世界における人々の問題意識や意見、傾向に関する情報を調査する。 シンクタンクであるピュー研究センターの調査によるとシンガポールはコロナ災害後の数少ない新中国家の一つであるシンガポール人の64%は中国に交換を抱いていると報告した外国為替市場の取引額で日本を上回り世界3位に浮上するなど屈指の世界都市金融センターになっている2019年の シンガポールの一人当たりの実質国民総所得は92,530ドルで世界で最も高かった。シンガポール統計局の統計によると2018年のシンガポールの GDP は3,597億ドルであり、隣国マレーシアをやや上回る経済規模である。また同年の一人当たり国民総所得は58,770ドルで、 デンマークに次ぐ世界第9位。世界屈指のグローバル都市であり、アメリカのシンクタンクが2019年に発表した総合的な世界都市ランキングにおいて、ニューヨーク、ロンドン、パリ、東京、香港に次ぐ世界6位と評価された。国際競争力が非常に強い国であり、2016年の世界経済フォーラムの研究報告書において、 スイスに次ぐ世界2位の国と評価された。アジアを代表する金融センターの一つであり、2021年3月には、ニューヨーク、ロンドン、上海、香港に次ぐ世界5位の金融センターと評価された。2015年の勤労者世帯の平均世帯月収は11,510、シンガポールドルであり、東京都の勤労者世帯の平均を大きく上回っている。通貨は、 シンガポールドルが使用されている。シンガポールとブルネーの間において、投下交換協定が締結されており、シンガポールの通貨をそのまま、ブルネーで使用することが可能である。アセアンの原価名国で、アセアン自由貿易地域の主導国でもあり、20世紀末から急速な経済成長が続いている。農業や漁業の規模は極めて小さく、 食料の9割以上を輸入に頼る。10%未満の食料自給率を2030年までに30%へ引き上げる国家目標を掲げ、垂直農法や魚の養殖など食料生産に力を入れている。これは地球温暖化の食料生産への影響が懸念されていたところに新型コロナウイルス感染症の流行に伴う世界的な国境閉鎖や 往来制限を目の当たりにしたことが背景となっている。シンガポール政府の食品庁だけでなく企業庁も、食料安全保障や食料レジリエンスの確保を重視し、培養肉や代替肉を研究、生産する企業の育成や誘致にも力を入れている。法人税と個人所得税の両方は、他の多くの国と同様に類進課税方式を取っている。 住民税や事業税のような地方税は存在せず、すべて国税となる。シンガポールは政策的に低い税率と大胆な税制優遇を打ち出していることで知られ、同国への外資企業への誘致に重要な役目を果たしている。2014年度の個人への税率で日本と比較すると、例えば年収1億円の場合、日本では所得税以外も含めた概算で、 納税額の合計は約5500万円だが、シンガポールでは1500万円で済むため、約4000万円節税できる計算になる。税務当局は、エンランドレベニューオーソリティオブシンガポールと呼ばれ、2015年の実績では、法人税31%、個人所得税21%、消費税24%、 固定資産税10%という内訳で過去最高額となる計434億シンガポールドルを徴収した。シンガポールは積極的な税制優遇措置を取りながら透明性を確保していることでも知られ、経済協力開発機構による評価ではタックスヘイブンの疑念もあるものの国際基準におおむね適合という評価とされている。法人全法人税は 日本のような自己申告課税方式ではなく不可課税方式であり、納税額の確定は納税者の提出する申告書類などによって IRAS という税務当局が行う。このため税額の確定までに通常は2から3年、納税額や条件に確認するべき点があれば、さらに数年を要する。税務調査官が実地調査することはほとんどない。 現在は17%とシンガポール所得税法で定められているが実際には部分免税制度などの優遇措置などを受けることで実質的な税負担は10%程度にできる企業が多いとも言われる。またシンガポールでは交際費は損金として認められている。 個人所得税個人所得税は、前年分の課税を当年に行うため、所得期間と付加年度はそれぞれ前年と当年となって1年、ずれて表記される。個人所得税の厳選徴収制度はないが、企業従業員が前年度の収入分に対して、当年での分割納付を行う場合は、税務当局が、企業に指示を出して、給与から控除される制度が存在する。 GST2003 年1月1日に消費税は4%から5%に上げられ、2007年7月1日からはさらに7%になった。日本のような基調方式ではなくインボイス方式をとっているため、課税業者はすべての取引についてタックスインボイスと呼ばれる税額表を発行する。住宅用不動産の売買。 金融商品サービスの提供、輸出取引、サービスの輸出、企業そのものの売買、三国間取引、保税倉庫内取引、個人間の取引を除く、すべての売買について課税される。外税表示方式と内税表示方式が混在しているために、旅行者などの外国人は、飲食店や物品やサービスの購入時に注意が必要である。 固定資産税不動産取得税は存在せず、不動産の所有に対して比較的効率での固定資産税が毎年課税される。不動産取得時には飲酒税が1から3%程度かかる。パイオニア企業への優遇税制1967年から何度か改定されてきた経済拡大奨励法に基づき、シンガポールにとって特に有益な事業への企業の 新規参入と投資を奨励するために、パイオニア企業といった分類を設けて、税制上での優遇措置が図られている。これは、最初の生産開始日から起算して5から10年間の、全額租税免除という適用企業にとっては、極めて有利なものである。中央積立基金老年年金及び、医療貯蓄として、中央積立基金が、 強制的に個人の収入などより徴収される。例えば、50歳以下では、毎年の給与と賞与の総額に対して雇用者14.5%と、従業員20%、計34.5%の掛け金を政府に払い込まれ、個人ごとの CPF 口座に貯蓄される。この貯蓄からは、医療費支払い。 住宅購入などの特別な用途の原資となり、残りは退職後の生活安定に使用される。メイド税シンガポールでは、多くの家庭で外国人メイドを雇用している。メイドの雇用には、雇用主が毎月200から295シンガポールドールのメイド税を払う義務がある。この金額は、多くの場合、メイドが受け取る給料よりも高い。 外国人メイド控除という制度があり、就業している女性などが外国人メイドを雇用した場合、メイド税の2倍に相当する額を所得から税控除することができる。雇用シンガポールは伝統的に先進国の中で失業率が最も低い国の一つである。2005年から2014年までの失業率は4%を超えず、 2005年には3.1%、2009年の世界金融危機では3%の最高値を記録した。2015年の第一四半期には1.8%に低下した。この率は日本よりも低くなっている。政府は社会家族開発省を通じてホームレスに多数の支援プログラムを提供している。プログラムの中には 貧困世帯に月額400から1000シンガポールドールを提供すること、政府の病院で無料の医療を提供すること、子供の学費を支払うことなどが含まれる。シンガポール政府はまた市民に公共のジムで運動することを奨励するための給付金、赤ちゃんが生まれるごとに16万6000シンガポールドル相当の赤ちゃんボーナスの給付、 医療費の補助、障害者のための補助金、貧しい学生に向けた安価なノートパソコンの配布、その他公共交通機関や公共料金など、様々な分野で市民に還元している。外国人労働者は、国の経済にとって、極めて重要であると認識されているが、政府は、外国人労働者が、建設産業の80%、 サービス産業の50%を占めているため、これらの労働者に上限を設けることを検討している。出入国管理局は、永住権の適格性に関する多くの基準を公開している。直近10年で世界の港湾取扱貨物量上位2校のうちの1校である、シンガポール港東南アジアと、東アジア、ヨーロッパや中東、オーストラリアを結ぶ。 交通の要衝であるため、東西貿易の拠点となって、古くから繁栄し、海運産業や航空産業が発達した。独立後は、積極的な外資導入により、重工業を中心とする工業化政策をとり、東南アジアでは、最大級の工業国に成長している。都市国家であるため、国内の人口や、消費の規模は小さいものの、 戦術の税制優遇や優れたインフラ環境、また英語や中国語が話せる人材の多さから、香港と並び欧米諸国の多国籍企業のアジア、太平洋地域の統括拠点が置かれることが多い。上記の通り、欧米諸国の多国籍企業のアジア太平洋地域の統括拠点が置かれることが多く、また、東南アジア及びインドにおける、 多国間決済の用として1990年代頃から東南アジアにおける金融センターとして不動の地位を保っており一部の金融取引においてはアジア地域において東京をしのぐ位置にある特に金融先物取引においては1984年にシンガポール国際金融取引所が開設され各種規制に対する政府の柔軟な姿勢から シカゴマーカンタイル取引所と並ぶ代表的国際金融取引所となっていた。1999年に旧シンガポール証券取引所と合併し、シンガポール証券取引所となって以降は従来のデリバティブ取引に加え株式をはじめとする証券の取引が活発に展開し、イギリスのシンクタンク Z、イエングループが発表する世界。 金融センター指数によると、世界第6位で、国際金融取引が最も活発な都市の一つと評価されている。主要銀行国内資本主要産業地元の世界的企業としては、シンガポールテレコムやシンガポール航空などがある。政府系投資会社として、テマセクホールディングスが活動している。近年は政府を挙げて、 IT 分野と観光分野の振興に力を入れているものの製造業などでは見た目とは違って借りれが多く経済的に困窮している企業も少なくないと中華民国の元相当である李登輝は分析している中小企業は SME と呼ばれ政府機関スプリングによって奨励されており全企業数の 99%GDP の50%近く 雇用の70%に貢献している。チャイナタウンにあるヒンドゥー教の人、スリマリア・マン人、ガーデンシティとも呼ばれる、美しく整備された国土と、海運上極めて重要なマラッカ海峡のそばに、シンガポール港がある上、東南アジア各地を結ぶ、チャンギ空港も、ハブ空港として、非常に重要な役割を果たしているため、観光面では、 域内の他国に比べてアドバンテージがある。2012年にマスターカードが公表した統計によると、ロンドン、パリ、バンコクに次ぎ、世界で4番目に外国人旅行者が多く訪れる都市である。ラッフルズホテルや、グッドウッドパークホテル、ザ・フラトンホテルシンガポール、マリーナベイ・サンズなどの世界的に有名なホテルも集積している。 政府と民間の協力のもとで人工的な観光資源開発を進めており、その一環として、トー車島にテーマパーク、ユニバーサルスタジオシンガポールや、リゾートワールドセントー車が賑わいを見せている。リゾートワールドセントー車の投資額は、52億、シンガポールドルに上るとされている。世界初の夜間型動物園のナイトサファリや、シンガポール動物園、植物園、 ガーデンズ・バイザー・ベイなどのテーマパークは広く自由な空間で楽しめるだけでなく環境保全や資源再利用を訴える場になっている。2010年2月1日にはリゾートワールド先頭差のショッピングモールが開業し2月14日にシンガポール初となるカジノが3月18日にはユニバーサル・スタジオ・シンガポールが同施設内に開業した。他にも 世界最大となる水族館、マリンライフパークが2012年に完成し、2011年には美術館やウォーターパークなどが完成した。マリーナエリアでは世界最大の観覧車、シンガポールフライヤーが2008年3月に完成し、巨大カジノリゾート施設、マリーナベイサンズが2010年4月に開業した。2008年9月には、 市街中心部の行動を利用して F1 シンガポールグランプリが開催された。これは F1 初の夜間開催のレースでもある。2017年にはシンガポール政府観光局がパッションメイドポッシブルと呼ばれる目的地ブランドを立ち上げた。これは以前の You ン r ポ Singapore キャンペーンに代わるシンガポールブランドの変更を示している。 2021年には、シンガポール政府観光局が、日本の特撮テレビドラマ、ウルトラマンの主役ヒーロー、ウルトラマンを観光のイメージキャラクターに就任させた。これは、同ドラマの放送開始55周年と、シンガポールと日本の外交関係樹立55周年が、一致することにちなむ。上から時計回り、中心部のパノラマ、エスプラネードシアターズ・オン・ザ・ベイ。 シンガポール植物園、マーライオン、スリマリアマンジン MRT 南北線シンガポールの建築は非常に多種多様である。国土が狭く、慢性的に土地が不足していることから、歴史的な建造物は都市部や一部の郊外にわずかに残る程度であるが、それらがより新しく、より大きく建て替えられていく過程で現代建築の中心地となった。 歴史的に土地の高度利用の需要はビジネスディストリクトやセントラルビジネスディストリクトに集中しており数十年続いた開発の末多くの高層ビルが林立する結果となったマリーナ湾とラッフルズ広場の海岸沿いに高層ビルを浮き立たせた輪郭線を描きその景観はシンガポールを代表する観光地であり象徴する景観にもなっている 建造物の高さは280メートルに制限されていたため、シンガポールで最も高いリパブリックプラザやユーブプラザ、及びワンラッフルズプレイスの高さはいずれも280メートルであった。しかし、2016年に完成したタンジョンパガー、センターはそれを超す290メートルであり、20年ぶりに最も高いビルが更新された。 同様に西部のジュロン方面も急速に開発が進んでおり、住宅、商業施設、オフィスビルなどの建築が盛り上がりを見せている。主な観光地シンガポールのスカイラインもともと、熱帯雨林を開拓したシンガポールにはブキティマ、自然保護区、ラブラドール自然保護区、中央集水区自然保護区、スンゲーブローシッチ保護区の4つの自然保護区を設けており、 ジュロンレークガーデン国立公園の整備計画もある。ブギスジャンクション付近の ERP 自動車に高額な、租税が課せられる分、公共交通機関は安価で提供されている。人口密度の高いシンガポールにおいて、市内の交通渋滞は深刻な社会問題であり、政府も長年その対策には不審しており、自家用車の保有、及び利用には特に厳しい制限がなされている。 公共交通機関のバスはスプストランジットとスマートバスの2社が事業展開をしており安価な値段で路線は市内のほとんどを網羅しているため市民の主要な移動手段として定着している。運賃は一般路線で乗車距離により1シンガポールドルマイナス1.90となっているが通勤時間帯に運行される着席保証のプレミアムサービスや バスプラスサービス、スマートバスが運営する先頭差姉妹機の RWS サービス、一部のバス停留場には、停車しない休行サービスや NR というサービスナンバーが付く、いわゆるシニアバスでは機密価格制や割増料金などが設定されており、多彩な運賃構造を持つ。バス停には、時刻表は表示されていないが、バス停の名称は表示されており、 スマートフォンアプリやウェブサイトでは、バス停の名称やバスが到着する時刻を確認することができる。バスの専用レーンが、道路上の黄色の線によって決められており、一般車は指定時間中は進入禁止となっている。乗り継ぎ割引についても、地下鉄連絡やバス同士の乗り継ぎにおいて、例外となるパターンがごく一部しかなく、3乗者目。 4乗車目と連続した場合であっても、個別に条件を満たせば割引が適用されるなど、柔軟な運用がなされている。シンガポールのタクシーは、初乗り料金が3.2シンガポールドル、その後は175から210メートルごとに0.2シンガポールドルが、加算されていく仕組みになっており、日本のタクシーと比較すると料金は安い。車種は、ヒュンダイソナタや、 メルセデス・ベンツ E クラスさらには、トヨタのプリウスも多く、日本や香港と違い、後部座席は自動ドアではないが、ドライバーが開いてくれることが多い。グレードの高い車種になると、初乗り料金が少し高くなる。例えば、大衆車のヒュンダイ・ソナタは3.2シンガポールドールだが、高級車のメルセデス・ベンツ E200 などは3.9シンガポールドールとなっている。 メーター料金以外にも条件に応じて様々な料金が加算される。近年のスマートフォン普及によって新規ビジネスとして頭角を表してきたウーバーやグラブタクシーなどの影響でタクシー会社は売り上げを落としている。しかしシンガポールのタクシー運転手はもともとタクシー会社の乗用車を借りてリース料をタクシー会社に支払うシステムのため運転手自体には 大きな影響はない。タクシー会社の自動車をリ,リースしながら、ウーバーやグラブタクシーの配車アプリを使用して乗客を確保している運転手も存在する。マスラピッドトランジット戦闘差島を背景としたシンガポール港。コンテナ貨物取扱い量で、同港は上海に次ぐ世界第2位である。シンガポールチャンギ国際空港ジュエルシンガポールチャンギ。 国際空港。シンガポールチャンギ空港をハブ空港とする航空会社春節のチャイナタウンシンガポールのスルタンモスクタミル人により取り行われるヒンドゥー教の祭りであるタイプーサム住民は、カジンが74%、マレー系が14%、インド系が7.9%、その他が1.4%となっている。カジン、マレー系、インド系からなる。 複合民族国家のため、公共メディア、文化一般に3系統の文化が共存するが、共生しながらも、それぞれ異なるコミュニティを形成している。政府は2013年に、2030年には、外国籍人口が人口の過半数を占めると予測している。2014年現在、シンガポール全人口のうちシンガポール国籍保持者は61.12%にしか、 ならず、残りの38.88%は、外国籍である。先進国以外から来た多くの外国人労働者は、劣悪な環境を強いられているなど、問題も多い。2013年12月8日には、シンガポールとしては、約40年ぶりに暴動が発生したが、このきっかけは、インド人の労働者が、個人経営のバスにひかれて死亡した事故であり、その背景として、 不当に安く働かされている出稼ぎ労働者の不満があるとされる。公用語は英語、マレー語、カゴ、タミル語である。これらの言語は平等に扱われ、学校教育でも各民族語が英語とともに必須科目として教えられている。シングリッシュ、シンダリンなど、それぞれの言語で独特の発音や多言語の語彙、文法の混用などが見られる。 歌人の間では、マン,ン語や関東語、長州語、八華語など中国語の各方言も母語としている人がいる。中国語は関体字で表記されるが、反体字の使用も見られる。関体字の導入当初は、シンガポール特有の事態も見られたが、1976年以降は中華人民共和国と同じ事態が実施されている。1979年から、 加護普及運動が始まり、これ以降に育った若い家人には、祖父母世代とのコミュニケーションに、若干の困難を伴うことがある。シンガポール統計局によると、5歳以上の家人が、家庭で、最もよく使う言語として、加護を上げた割合は1990年には30.1%で、あったが、2000年には45.1%、2010年には47.7%に、 登った。中国語と英語を公用語とする点で共通する。香港とは異なり、シンガポール歌人の名前は、日本語のマスメディアでは、通常英文表記から翻訳されたカタカナで表記される。氏名の英文表記は、必ずしも、過去の発音によるものとは限らず、それぞれの祖先の出身地での発音が元になっていることが多い。マレー語が憲法上国語とされているが、 儀礼的なもので、シンガポールがかつて、マレーシア連邦の一員だったことの名残でもある。公式の場でもマレー語はほとんど用いられず、ビジネス、行政などでは、英語が広く使われ、公共の場の表記や放送も、主に英語が使用されている。空港や駅などの案内板、地下鉄の車内放送は英語を公用語とし、場所により、中国語、マレー語、タミル語が併用されている。 日本人観光客の多い場所では、案内板に日本語が併記されている場合もある。カジニやインド系でも、英語を母語とするものがおり、教育でも、初等教育から各民族語以外は、英語中心で授業が行われている。若い世代は大多数がバイリンガルあるいは、トライリンガルであるが、古い世代では中国語などの民族語しか話さない、ものも多い。政府発行の公文書は、 基本的に英語だが、国語は、マレー語、国家もマレー語である。英語を表記する際には、イギリスの植民地であったことから、カラーや、センターなど、イギリス英語が用いられる場合が多い。しかし、高等教育を受けていても、英米の母語話者のような英語を流暢に話せる人は、少なく、独特の英語を話す。2000年以降、これが問題として取り上げられ、論争が行われている。 シングリッシュシンガポールで話される英語は、独特の発音や用語法があり、シングリッシュと呼ばれる。マレー語、標準中国語、ビンナン語が混ざった英語であり、ピジン言語の一種とされる。発音の面から見ると、シングリッシュにおいて、R を L として発音することが多く、例えば、ベリー、オールレディがそれぞれ、ブリーとアレディになる。また、語尾に、ラとつけることもある。 また、英語にない語彙もある。語彙のみならず、多言語の文法もそのまま英語に編入され、独特のシンガポール英語ができている。シンガポール政府は、シングリッシュに対して否定的であり、正しい英語を話すことを国民に求めている。大学には、シングリッシュ強制講座もある。2000年4月には、正しい英語を話す運動を開始した。主な宗教は、仏教、道教。 イスラム教、キリスト教、ヒンドゥー教など多彩である。世界でも最高水準と言われる医療制度を誇り、世界各国から医療観光者が訪れる。ユニバーサルヘルスケアが達成されており、公的医療保険は付加方式ではなく、個人別の積み立て方式であり、中央積み立て基金がメディセーブとして運営している。シンガポールの医療制度の効率性は2000年の 世界保健機関調査にて世界6位と評された。シンガポール政府が干渉する公的病院と自由診療の民間病院が存在するが、公的病院は政府により、誰もが安心して受診できるような安価な診療費を設定することが目標とされている。サービスの質を落とさぬよう、病院の運営組織は地域別にに分割され、競争原理が働くよう考慮されている。 同一内容の診療でも、永住権を持たない在住者には、高めの費用が設定されている。MRT 社内に貼ってある罰金の警告表示禁止場所でのタバコの喫煙、交通違反は、もちろんのこと、横断歩道外の道路横断、落書き、便所の水流し忘れや、紙くず一片のポイ捨て、唾の吐き出し、公共交通機関の社内での飲食、水バケツの放置にも、 罰金や、鞭打ち刑の刑罰が課される。厳しい公衆道徳政策は、時に、ファインファイン、ファインシティ、シンガポールイズファインカントリーとも揶揄される。これは、罰金と綺麗を意味する。幅ファインデーという、ジョーク T シャツも見かけられる。また、シンガポールでのチューインガムの製造や、販売や、所持や、使用や輸出入は、 ポイ捨てやいたずらの温床になることから禁止されており、罰金の対象である。このため、清涼菓子製品は、メントスが一般的である。2019年10月、ニセニュース、情報操作対策法が成立したが、野党関係者が対象となるケースも多く、運用に懸念の声が上がっている。他者の人権を受け入れること、汚職のレベルが低いこと。 情報の流通が自由に行われること、ビジネス環境が良好であること、人的資本のレベルが高いこと、資源が公平に配分されること、隣国との関係が良好であること、政府が十分に機能していることよって決定される2020年度の積極的平和指数で、シンガポールはアジアで1位の14位を獲得した。食生活は外食中心であり、シンガポール人が 積極的に自炊をすることはほとんどない。その理由は以前から商業都市であり男女関係なく毎日仕事する生活を送るシンガポール人が多いため自然と時間のかかる自炊よりも外食で済ますことが好まれるようになったからである。外食文化が非常に発達しており多数のフードコートやホーカーズと呼ばれる 大衆向け外食広場が充実している背景もある。一部の観光客向けホーカーズを除けば、フードコートやホーカーズで提供される、食事の値段は手頃で、一食分の値段が3から5シンガポールドル程度で、住むメニューが多い。なお、食後のトレイは返却しなくて良い仕組みだが、返却棚の設備がある、フードコートもあり、利用客は、自分でトレイを返却することもできる。 特に、エアコンのない場所などで、食品残差を放置すると鳥が食べに来るため、病気の拡散リスクにつながると、シンガポール公衆衛生協会から、衛生マナーの悪さを指摘されている。シンガポール料理混合文化圏らしく、長州、福建を起源とする華人料理、南インド系の料理、マレー系の料理に大別される。以下に代表的なものを挙げる。他にも、落差や、 チリクラブが代表的な料理として挙げられる。シンガポール国内にはユネスコの世界遺産リストに登録された文化遺産が一軒存在する。エスプラネードシアターズ・オンザベ英語と各種中国語、マレー語という東南アジアの主要言語を揃って使用することの利点を活かし、東南アジアの情報発信地の一つとしてポップミュージックやファッションで存在感を見せている。 土地が狭いことや政府の規制が厳しいためもあり、国内に娯楽施設は少なく、若い世代は映画、クラブやビリヤード、スヌーカー、カラオケに興じることが多い。特にビリヤード場は都市部のそこかしこで見かけることができる。最近ではインターネットカフェが増加している。臨海部のカジノや中東部のゲーラン地区には政府公認の売春地区がある。 トランジットで立ち寄る、西洋人が中国大陸やロシア東部の女性目的に立ち寄ったり、日本人が顧客の接待で立ち寄ったりするが、基本的には地元のシンガポール人が一番多い。トップレスダンスショーを披露するパリのキャバレー、クレイジーホースを政府が誘致したが、客足が伸びず、開業からわずか1年余りで閉店されることとなった。婚姻の際、別姓、 同性を選択できる選択的夫婦別姓制。多くの場合は婚姻前の性をそのまま名乗るが配偶者の性に変更することも可能である。シンガポールナショナルスタジアム国内では比較的サッカーとバスケットボールが人気である。サッカーシンガポールには S リーグと呼ばれるプロサッカーリーグがあり、日本からはアルビレックス新潟シンガポールが参戦している。日曜日が 祝日の場合は月曜日に振り返られる。移動祝祭日については2019年の日付である。2015年3月14日、トニータンはシンガポール建国50周年を記念し8月7日を特別休日に制定すると発表。政府にリンクされた企業はシンガポールの国内メディアの多くを管理している。メディアコアはシンガポールで ほとんどの無料放送チャンネルと無料放送ラジオ局を運営している。メディアコアが提供する合計7つの無料テレビ放送チャンネルが存在する。スターハブは世界中のチャンネルを備えたケーブルテレビも提供している。シンテルのミオ TV は IPTV サービスを提供している。シンガポールプレスホールディングスは 政府と密接な関係がある団体であり、シンガポールの新聞業界のほとんどを支配している。シンガポールのテレビ局はニュースチャンネルやドラマチャンネル、アニメチャンネル、スポーツチャンネル、ドラマチャンネル、バラエティチャンネルなどがある。シンガポールの衛星放送が映るホテルでは、客室で日本の日本放送協会の国際放送や、 CNNBBC ワールドニュースなど欧米の衛星放送、アジア各地の放送を視聴できるようにしている例が多くなっている。性的表現に関しては厳しく、例えば雑誌のヌードグラビア掲載は厳しく規制されている。プレイボーイは名指しで持ち込み禁止されている。そのため、日本のグラビア付け週刊誌などはヌード写真がある場合は、 それを切り取った上で販売されている。シンガポールには、インターナショナルスクール、日本人学校、ローカル校とあり、シンガポール人の一般家庭は、英才教育を行うことで有名である。行政機関は教育省で、国の人的資源を最大限に活かすという方針の元歳出予算が、毎年常に、全体の2割以上を占め、国防省に次ぐ規模である。 二言語政策の下で二カ国語教育が一般的であり、能力主義、実学主義を徹底しており、教育熱心な国として知られる。一般的な進路は、初等教育、中等教育、大学準備教育から大学というコースである。大学の教育水準が非常に高いことでも知られる。シンガポール国立大学、南洋理工大学、 シンガポールマネージメント大学などが有名である。2016年4月、イギリスの教育専門誌、タイムズ、ハイアーエデュケーションが発表した創立50年未満の大学の世界番付によると、シンガポールの位置は2位に浮上した。また OECD による15歳の時点での国際学力比較ランキングでは2015年に世界トップに上った。 大学評価機関、クアクアレリ・シモンズが2015年9月に発表した、ランキングでは、ヌスが12位、ムチュが13位に入り、アジアではトップとなった。シンガポールのロースクールは、ヌス、スマと2カ所あり、2017年には、シム大学において新たなロースクールを開校する予定。司法試験の受験資格を得るためにロースクールの修了が条件となる。 技術や技能を学ぶ国立の教育機関で中学校を卒業した生徒たちの進学先の一つとなっている。伊手は1992年に創設され2016年現在3つの学校を持ち工学から機械技術、経済、経営、旅行、調理、接客まで多様な専門実習を1から2年間受講できる。シンガポールでの教育環境を目的に 外国人が世界中から移住してくることでも知られ、著名投資家のジム・ロジャーズは娘の教育のために2007年に私星している。また、隣接するマレーシアからシンガポールの学校に通う越境通学も頻繁である。現地には日本人学校がクレメンティ校とチャンギ校と中学部の3校ある。他にもインターナショナルスクールやローカル校に通う日本人もいるが、 学費は高騰している。シンガポール国民の査証要件2019年7月2日、時点、シンガポール国民は189の国と地域への入国時にビザなし、またはビザを取得しており、パスポート所有者が事前入国ビザなしで訪問できる国の数で日本と並んで1位である。すべてのアセアン諸国へのビザなしのアクセスに加えて、 シンガポールのパスポートは4つのパスポートの1つであり、ビザなしの入国、または電子経由の入国が許可されている。旅行の許可、世界の4大経済圏。ありがとうございます。